メッシは足元で受けれないとき裏行くし、ボールを受けるスキルっていうのが、同んほど自分が受けてになったプレーは得意じゃないですね。 っってなでスターカイドを歩めなかったかたメッシの後継者とがれたた時もあったのメッシとディバラの違いはバイタラーかオーバーテイカーかっていう前に出ていけない、ね、ディバラてか出ていく頻度が少なすぎるメッシは足元で受けれない時裏行くし裏見せかけて足元とかボールを受けるスキルが多いんですよ実はボール受けたところからハイライトして始まったけどボールを受けるためにどうするか自分の持ち味を生かすためにどうするかってやってるからあんなずっと活躍してんのにそれでもマークしきれないディバラに関してはボールを受けるスキルっていうのがメッシよりもだいぶ少ないですね それでもいい選手だけど、飯と比べたらこういう話になりますね。ドアンが昔、ディバラに憧れてると言ってました。前僕聞いたよりサラーでしたけどね。個人的に似てる部分多いかなと思います。まあ確かにね、ただ、ディバラの方がもうちょっとなんていうのかな。ドアンほど自分が受け手になったプレーは得意じゃないですね。ディバラの方がもっと周り使ってエレガントにプレイする感じしますね。あと守備の耐久性というか、継続度も同案の方がいい。ただその瞬間的なひらめきだったりとか、エレガントさみたいなところはディバラの方がありますよね。あとはまず、あ、単純に経験値とか。